リケダンネルなんて言ってかわかんねえな。それじゃあ動画へレッツラゴー。見ていきたいけどやっと見れるぜ。 FNCS ウォームアップテスト、ウォームアップ練習テスト。さあジャンパで飛んでいるピーターパン2点カット。いいエイムだ。いいよ。さあ灰から取りに来たやつを倒したい。資材がとりあえず欲しい。さあ上登ってきたのはミヤ。ここはワンボックス閉じ込めれない。さあ残り資材6枚もうないぞ。いやーこれ上取られたな、しんど。いやー下ってそのままミヤがさあ上を取った。いやこれはしんどい。さあ3人全員残っている。さあシンクファイヤーラゼール。さあここも新兵チームですかね。ローグラ取ってるなこのチームだね。うわ後ろちゃんと見えてる。さあケイクいって、あれ誰だろう、これあれか、ここかわかんねえ。さあもうゴリゴリに倒してポイントが欲しい。目の前で倒していきたいが、ここはスキルは入らない。さあ上にいるぞシンク。うわ屋根うま、今の屋根うま。階段だとおじいちゃん出た。いやでもこれ資材足りないよ。うますぎ、それ美味しい。お前いや取れてない取れてない、あー資材が取れてない。さあ一応ジャンパー使って前の方、うまい立ち回り、うまうま、これはうまいわ。いやさあワンボックス後ろから回復しよう。いやこれはしんどい。残ったのはシンク、横にはアリスたち。これしんどいね。さあワイルドホーク画面。さあチャージショットガン貯めながら移動しているぞ。さあこれチャージショットガン誰が貯めてんだ、これリムルだね。さあリムルさあリムルがチャージショットガンを貯めながらさあアンチ移動しているぞ。資材奴隷みたいな名前おったな。さあ目の前、さあ落としてキロを取っていきたい。こういうのちゃんと見えてるよなこいつ、偉いよな。さあここの下階がないのでデカポまで飲んでいきたい。ピーターパンも資材がない。目の前レタスさんがここは来た。2人で倒せればあるが、さあピーターパン倒しきる。さあローグラではやり合っているぞ。さあ目の前撃たれて、いや痛い。さあマウフィンが上からヘイトをさあ与えている。さあここは1キル入れて、さあマウフィンも下からどうにかキルを取りたいが、アンチが崖上なので登らないといけない。さあマウフィン1人しかいません。さあ現在9位。1人でどこまで行ける。さあ目の前登ってバレたら終わるぞ。横を壊して後ろにしっかり敵がいないか確認。落ちてきた SVN スペース。さあキル取って資材をゲット。さあ魚もあるのでここは2つ取っていきます。ミニポー捨てました。さあもうポーション回復できない。一旦アンチ外で様子を見ながら目の前魚振っていきたい。さあ資材はギリギリ取れた。さあ魚を食べていきたい。新しい着バズにしてアンチ外から目の前レイニーとのバトル。いやレイニーのエイムが良すぎる。アースルトライフルで一気に削られていった。さあハイグラを取ってたチームがここは勝つでしょう。終わらせてフィニッシュ。クアルたちのチームがビクロイ、おめでとうございます。あー危ないよクレーン。さあもうクレーンは資材ないのでもうやり合うしかないです。まあ無理だね。ちょっとマウフィン画面見よっか。ちょっとレールガンの恐ろしさ見たくね。このゲーム無限に弾拾う。うーわー、こんなんブチギレよ。はい、まず1人撃破、マウフィンがゲット。レールガンのヤバさをちょっとみんなで見たいからちょっとこの画面見よう。うわ強いわ。ダメダメダメかもしれない。いや強いわ。ダメだわこれ。いや、強いわ、強すぎる。いや壁貫通はやっぱダメだ。いやレールガン強すぎるわこれ、絶対強すぎる。さあ目の前うまい。さあしっかり当てて、さあカッキルゲット。ハープンガンでアイテムを取る。リムル君が速攻やっていくか、ここを落としてしまう。さあ横にバイキンさん175。さあ横から撃たれたのも分かってるぞ。さあこんにちは、下来た敵全部ブブゼロを倒していきたいが、ここはさあ見逃す。さあ青ポンでさあまずピーターパンをやっていく。さあアンチ外には2人残っているが、これは気づいているかワイルドオーク。さあ現在115ポイント。
さあアンチードもしっかりしていくが資材がない。さあどっかでリフレッシュを入れたいワイルドホーク。さあマウフィン、リムール、ワイルドホークのさあこの三種の神器でさあどんどん倒していくぞ。さあ横には乙女アサルトライフルでさあ撃っていく。倒せそうだがここは倒しきれるか。さあ倒しきれる。さあ乙女を切る。さあ目の前なぜかミニポを投げてしまった。さあチャグバズも取って、さあこれは取り行ったが危ない、死にかけてしまった。さあしっかりと安全の中に入ってチャグバズを全員で撃ちます。さあまずはマシロンをゲット。さあ資材がゼロなのでここは頑張っていきたい。さあワイルドホークミニポを飲んでギリギリまで回復していく。残り人数3パーティー。さあミニポを味方に上げて、さあ残り、さあ 3v1、 3v1 じゃねえや、さあ3パーティー。さあ油性が安違いで回復しているがこれには気づいているワイルドホークたち。さあ撃っていく。さあ勝てるかこれ。さあ目の前に出てきた H40 アサルトライフル、レーザーエイム、しっかり倒してカッキルゲット。ショットガンゆっくりしっかり落ち着いて、さああとは上にいる一人だけ。さあ壊して落ちてこない。さあそっちにいるのは分かっている。さあ崩していきたいがワイルドオーク足りるかこれ回復。さあ倒しに行くワイホ、一発当てられて、あー惜しい。さあ結構危ないところだが、さあちょっとどっか広いとこ出たいね。これは敵の健在が多すぎるな。これはさあワイルドホークがさあいいところいいですね、立ち回りいいね。さあ誰もいないところを取った。後ろにはゴマがいるが入り込んで目の前150カット。さあ死んでダウンしてるやつがいたがここはマフィン気づいていない。さあそのまま進んで、さあ資材は復活した。さあ残り人数10パーティー21人。さあ急かけ状態。さあ目の前たくさん人がいるがここは分かっている。相手も壁を張って、さあ対策しているが、さあ味方に建材を渡す。もうマウフィンが倒しに行くねこれは。さあ真下に敵がいるがこれはうまい、うまい。さあまず宮を倒して、さあクラムの HP もさあ少ない。ここはマウフィン降りてやりに行く。189強よ。ヘッドショットしっかり倒して資材をゲット。さあマウフィンがブイブイ言わせるぞ。現在6キル。さあ後ろからチャーショットが一発当てられたがここ落ち着いて前の方に走っていく。さあ真下を壊せば敵がいるが、まだ無双してんな。さあポンプショットガンを構えて、さあもっとキルを取りに行きたい。さあ現在チームキル10キル172ポイント断然もう圧倒的1位でしょう。さあ残り6パーティー。さあそれでさ目の前、さあボルックスたちが来ているがここはマフィンしっかりエイムが合っている。さあキルを取って一応キャベツもある。さあ目の前ワンボックス突撃してきた。ボルックスのカッキルが入って、さあ HP は回復できる。さあギリちょっとだけなら回復勝負はできるが、さすがにそうね、さすがにキャベツ6個じゃしんどいがやるしかない。さあキャベツを一旦全部食べて、さああとはチャグバズで回復していく。さあ残り3パーティー。さあ目の前にチャグバズが落ちている。これは美味しい。さあ残り 1v1 回復は足りるか。さあ足りないのでやりに行くしかないが、どこにいるかわからない。下の方だ。さあロードが入って、ああ惜しい。さあここは壊して、さあ目の前移動していく。さあ落ちてくるミラクルミルルン倒してしっかりカッキルゲット。資材も増えた少し。さあ後ろからショットガン撃たれたがここは間一髪。さあ屋根を入れている。さあいいですね。さあちょっとずつ進んでいきます。さあジャンパーをミスってしまうマウフィン、これは痛い。いやー今のはこれは痛いな。さあ1位を取ることができるか。さあミニポ飲んで、ミニポ飲んで、まあでも13ポイント差あるから、ね、いやでも2位の人に1位取られたら終わるんよな。さあメディキ使って、さあ目の前100ティアスナが出てきている。さあリムル倒しに行くか。さあここはリムル倒すことはできない。さあキルポがすごい重要になってきた。
さあ戻りアンチ、リムルの資材残り42枚、これしんどいな。さあ資材をどうにか使わなきゃいけないが、どっかでリフレッシュ入れたいね。さあ目の前、さあ1キル入れて、さあ回収まで、しかしリムル落とされてしまった。さあマウフィン1人でどこまでいけるか。さあ上からのサブマシンガン撃たれてる。さあ1ダメージ10ダメージ食らって、さあキットを負けるようにしてる。もうできるだけ順位を上げていきたい。さあできるだけ順位を上げていきたい。さあもう資材もないのでアンチ外耐久を選択。アンチ外耐久することによって資材が後々取れるかもしれないんだよね。さあこっから移動です。さあ目の前しっかり落ち着いて、さあアイテム取って、トウモロコシを食べて、さあ周りの様子を見ている。うわーうまい。さあナイトルが出てきたところマフィンしっかり倒す。さあ乙女にもダメージ。さあやばいところに入った。ワンボックス4位の何キルだ、6キルか、6キルで1位。さあデーモン画面、さあこっからどうなる。さあしかうわやばい。さあ2位のスウィーさんが残っている。さあ勝つにはスウィーがビクロイを取ればあるぞ。さあ1キル入った、えやば。さあスウィー1位取るか。えさあスウィーがビクロイだよね。さあスウィービクロイ取って、ちょっと見ていきましょう。えこれ越したくない。見ていきましょうか。プレシーズンウォームアップテスト、一体誰が勝ったんでしょうか。ドン。おー、ぶなー、おー、ぶなー。うわー、あと2キル差。うわー、マウフィンの最後のキルなかったら越されてる。まあでもさすがに新しく組んだところよりか、やっぱ2シーズン一緒にやってるマウフィンたちの方がさすがに利があったって感じかな。そうね、多分こっからまた連動が上がっていくから、ここを超えるチームが出てくるかもしれないしって感じだね。そうね、リズアートとかルリたちもね、いろいろ変えてるから、多分いろいろ試行錯誤してる段階だから、いろんなチームが。だからこっから練習して、あのみんな今回の FNCS に向けてあのやっていくんで、これはちなみに練習試合なんでね、はい、なので皆さん本番を楽しみにしましょう。一旦今日はここで終わりにしたいと思います。皆さん FNCS 本番楽しみにしていてください。この期間から始まります。まだ分かんないけど、多分編集さんが入れてくれます。はい、それじゃあ今日は一旦これにて終了していきたいと思います。それじゃあお疲れ様でした。チャンネル登録高評価お願いします。またな、バイバイ。